曲目、僕のノワールノワールという曲をやらせていただきます。匂いに翻弄される男を描いた作品でございます。聴いてください。僕を立ち止まらせた。薄れてた記憶が蘇ってくる。君との甘い思い出、思わず振り返って、その香りをやと思った。彼女の長い髪と後ろ姿が、あの日の君に見えた。もうどうにかして彼女も手に入れなきゃいけない。僕が彼女の全てを知っていないといけないんだ。僕を支配し続けている、あの甘い香水の香りに、また誘う君のままどうしようか。どんな風に出会ったら彼女は振り向くのだろう。夜の闇の中で始まる妄想、濡れる日は続いてく。まとって甘い香りと体の形、心の歪みまで知っていないといけないんだ。誰も邪魔はできないだろう。彼女を支配するその瞬間、まるであの少女3曲なんかエントリーしちゃって、あんまりね、こうちょっと余裕もないんで、まあちょっと
僕の埼玉のあの方に住んでます。京浜東北線で行くと出てくる与野駅ってところで与野駅に住んでます。与野駅に住んでますって言うとなんか、ね、サムホームレスをやってるような気がしますけど、ちゃんと借家で意味があります。なので住所不定、ではございません、ね、ちゃんとした大人です。はい、春樹です。じゃあやりましょうか、次の曲ね。ジョンの歌という曲をやらせていただきます。ちょっとうまく歌えるかどうか微妙なんですけれども、聴いてください。彼の名前はジョンというらしい。月夜の明かりに照らされた。庭に咲いてる
ングソングという曲を聴いてください。ありがとうございました。ハギでした。No, no, no.